ベンチで座る姉妹。姉妹の7、ななみ。このブラウス、似合うかな？うん、似合うよ。でも、ちょっと高いな。そうだね。でも、似合うから買っちゃおうよ。そうだね。じゃあ、これにしよう。いい選択だと思うよ。このパンツ、もう少し小さいサイズはありますか？かわいいね。でも、ちょっと高いかな。うん、でも、私には似合うと思うんだよね。そうだね、似合うと思う。じゃあ、これにする。いい選択だと思うよ。パンツを選んだことないから、なんかエロチックに感じない。素敵だと思うよ。鏡に映してどう？大人の雰囲気だね。中につけるものだから、多少は大胆でもいいのでは？そうね、お姉さんと一緒。このブラジャー似合うかな？どんなシーンに合いますか？では、ルックの下着ね。初めての写真撮影。姉妹は新しい服装に身を包み、写真撮影のためにスタジオへと向かいました。昔は洋服選びでも喧嘩ばかりだったね。ななみ、この撮影楽しみだね。新しい服、本当に似合ってる。そうだね。でもやっぱり高かったな。でも姉妹でお揃いならそれだけでも価値があるよね。ななみ、その笑顔最高だよ。この写真、思い出に残りそうだね。ありがとう、ナナ。でも、ちょっと恥ずかしいかも。でも、楽しい。ナナミ、この写真、なんかエロチックじゃない。姉妹でお揃いなら、それだけでも価値があるよね。ナナミ、このブラ、やっぱり似合ってるでしょ。大人っぽくていいじゃん。新しい一面を見せてみるのも悪くないよね。姉妹は笑いながら会話を楽しんでいます。ななみ、このブラジャー、似合ってるかな？似合ってるよ。ななとななみは成長し、新たな一歩を踏み出していました。その成長を感じさせる場面が、次第に明らかになっていきます。ブティックへの洋服選び。ななとななみは自分たちのスタイルや好みをより意識し始めました。の好みって変わるんだな。昔はこういう写真撮るなんて考えられなかったよ。